大星座はかつて存在した日本の映画館である。大正年間に滋賀県来本郡草津町に芝居小屋として開業、1924年に映画館に業態を転換した。第二次世界大戦後は廃れていたが、1956年に隅正太郎が映画館草津映画劇場として復興し、日本映画を上映した。 7年後の1963年には閉館した。同市内発の映画館として知られた。戦後閉鎖時期の大星座、1950年前後の写真。右に、草津映画劇場、裁かれる10代の看板。左の高田美容室は建て替えて現存。1956年の写真。正確な時期は不明であるが、大正年間、芝居小屋大星座が、 滋賀県久留本郡草津町二丁目に建てられている。これを1924年映画館に業態を転換、草津での最初の映画館として営業を開始した。同館についての記載がある最も古い同時代資料は1930年に発行された日本映画事業総覧昭和5年版であり、同書によれば当時の同館の経営者は鈴木愛三郎、工業系統は日活、 観客定員数等は不明である。同書に記載はないが、追って1927年、草津で2巻目の映画館として、文栄座が開館している。同館が立地した2丁目は、かつて草津塾があった地区であり、旧東海道と交差する、本陣工事と呼ばれた商店街に、同館は存在した。草津塾の時代には、田中久造本陣があった地域である。 東海道本線の駅であり、草津線の起点である、草津駅の南、駅から見れば、天井側として知られた草津川の向こう側、少し離れた旧市街である。文佐海座や、館長街があった、鉄道駅に近い王子一区とは、草津川をくぐる草津川トンネルでつながっていた。同館は、他地域の映画館同様、 集会にも使用されており、1925年2月15日には、日本の民組合志賀連合会の集会が行われ、1934年4月21日に、立憲民政党の狂本軍支部の総会が行われた記録が残っている。1942年、第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、すべての映画が同年2月1日に設立された。 社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、同年に発行された、映画年間昭和17年版には、当時の同館の工業系統についての記載はない。当時の同館の経営者は森重ため、観客定員数は720名である。同館の建物は、和建築の木造を2階建てであり、大星座の看板は正面に、 木製のものが掲げられており、常設娯楽伝道の文字が貼られていた。戦中から戦後にかけて、時期は不明であるが、閉館している。戦後間もなくの時期は、正面が雨戸で閉ざされ、捨てれており、閉ざされた道館の前で、紙芝居が子供たちを集めている写真が残っている。1948年8月には、隅正太郎が、文栄座を入手して復興しており、 草津の映画館は一館だけが営業を再開した。1954年10月15日には草津町は市政を施行して草津市になった。1956年には隅正太郎がこの大星座を入手し草津映画劇場と改称して復興した。各は同年分査会座のある王子二町に新たに草津第二映画劇場を開館している。 市内の映画館は三館になった。戦後の同館経営者の門は、1958年11月2日には、伊藤武雄の独立映画に協力して、東京に映画の制作会社として、大東工業を設立、同社において聞くと、菊と勇む武器なき問いの2作をしている。この時期の同館は、一定の映画会社の風紀理観ではなく、 日本映画各社の作品をブッキングして上映しており、本人工事を撮影した写真によれば、同館で大映画配給した、裁かれる10代を上映したことがわかる。1963年、閉館した。同館の閉館により、同市内の映画館は、草津駅に近い王子井町にある、草津第二映画劇場及び草津東映劇場の2館になった。 2014年現在の同館跡地は Google マップの空撮写真によれば駐車場である。ありがとうございます。